皆様こんにちは。セブンス・デイ・アドベンティスト横浜キリスト教会の藤田です。それでは聖書研究ガイドの学びを始めたいと思います。今週は第12課、悪しき決定に対処するです。それではお祈りをいたします。天の神様、ただいまから聖書研究ガイドを通して神様の御心を教えていただきたいと願っています。どうぞ私たちの必要を満たしてくださいますように。また司会する者の唇を清めてくださって、語るべきものを語らせ、語ってはならないものを語らないように清く守り、豊かに用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。悪しき決定に対処する第12課、今週のテーマです。先週登場しましたバラムはモアブ人の女性をイスラエルに送り込みました。なぜでしょうか。それはイスラエルの男性がモアブの女性を好きになれば、イスラエルの男性が異教の神々に仕えるようになるだろうと思ったからです。そしてその宗教性は、異教の影響を受けた宗教性は子供たちにも強い影響を与えます。なぜならば、モアブ人の母親が子供たちを育てたからです。モアブ人の神々バールやアシュラ、アシュタロテ、これらの神々を礼拝する行為は神殿娼婦と呼ばれている者たちと関係を結ぶことがその一部にありました。そして娼婦が身ごもった場合、その生まれた子供をアシュタロテの神に捧げます。それは真っ赤に焼かれた大きなアシュタロテの像の手に赤子を置いて焼いてしまうのです。泣き声をかき消すかのように太鼓が叩かれたと言われています。そしてこの行為はやがて神殿娼婦の子供だけではなく、信者たちの子供も捧げられるようになりました。自分たちの望みを叶えてもらおうとしてです。現在遺跡からその子供たちの人骨が無数に発見されています。イスラエルの神様とこのアシュタロテ、サタンが支配するかのような異教の神々とはとても相入れるものではありませんでした。創造主なる神を信じるイスラエルは、このアシュラ、アシュタロテの神々を自分たちから切り離すべきでした。今週はこのような異教の神々をどのようにイスラエルから切り離すことができるのか、そのためにエズラとネヘミヤが取った取り組みについて学びたいと思います。日曜日、ネヘミヤの対応。それではネヘミヤ記13章の23節から24節をお読みします。またその頃、ユダの人々がアシュドド人やアンモン人やモアブ人の女と結婚していることが私に分かった。その子供たちの半数はアシュドドの言葉、あるいはそれぞれの民族の言葉を話し、ユダの言葉を知らなかった。
ネヘミヤがイスラエルにいた時、イスラエルの民が神様と誓った三つのこと、異教の妻を取らない、十一を捧げる、安息日を守る、これらはことごとく破られていきました。その中でもこの異教の女性を妻として迎える、それはとても深刻な事態を生みます。ユダの言葉がわからない子供たちが育てられていきました。子供たちがイスラエルの言葉がわからず、モアブ人の言葉しか使えないということは大変致命的なことでした。なぜならば、神様は文字と言葉を持ってご自身を表すことをお選びになったからです。言葉によって詳細な区別が生まれます。言葉を持って何が善で何が悪であるか、言葉によって文化が形成されてゆきました。まだ翻訳ができていない当時、子供たちがイスラエルの言葉を話すことができないことは、実は聖書の神様、イスラエルの神様を伝える上で、それは非常に致命的なことでした。ネヘミヤ記13の25をお読みします。私は彼らを責め、呪い、幾人かを打ち、その毛を引き抜き、神にかけて誓わせた。お前たちの娘を彼らの息子の妻にしてはならない。彼らの娘をお前たちの息子の妻に、またお前たちの妻にしてはならない。ここに彼らを責めとあります。それは彼らの間違いがいかに深刻であるかということが丁寧に説明されたということです。そしてここで呪いとありますが、それは申命記28章に出てくる契約を破った者に訪れる呪いが概説されたのです。打つとありますけれども、これは公の場での定められた罰則の一つでした。幾人かと書かれています。おそらくそれは罪を犯した者すべてではなく、特に指導者たちのことを言っているのだと思います。ひげを抜くとは屈辱的な行為でした。しかしそれほど彼らの犯した罪は深刻であるということをイスラエルの民に印象づける必要があったのです。月曜日、ネヘミヤの叱責。異教徒と結婚してはならないという命令は必ずしも民族主義的なものではありませんでした。それは偶像礼拝に関するものです。例えばモーセはミディアン人と結婚しました。ボアズはモアブ人のルツと結婚します。しかしそこで妻たちは夫の信仰を引き継いでいくのです。そうであるならば問題ではありません。ネヘミヤ時代の異教徒の問題は、そこに神様を信じるユダヤの女性がいるにもかかわらず、あえて
イスラエルの男性が異教徒の女性を選んだということ、また妻たちも偶像礼拝を捨てなかったということです。そこに問題がありました。ネヘミヤ13章の26節27節をお読みします。イスラエルの王ソロモンすらもこのようにして罪を犯したのではなかったか。数ある諸国の中でも彼のような王はおらず、神に愛され神によってすべてのイスラエルの王に立てられたその彼でさえ、異民族の妻たちによって罪に引き込まれてしまった。私たちの神に逆らって異民族の女と結婚するというこの大きな罪悪を犯したということを、お前たちについても聞かされなければならないのか。ソロモン王の罪は一夫多妻、そして何よりも外国の女性をめとったということです。それはやがてイスラエルに異教の文化宗教を招き入れ、イスラエル民族が国を追われるという原因となりました。一つの罪を犯すということがいかに深刻な結果をもたらすか。ネヘミヤはソロモンのことを念頭に置いて十分承知していました。サタンの誘惑、エヴァを惑わした蛇の言葉を思い起こします。あなたがその実を食べても決して死ぬことはないでしょう。そんな小さなことで死ぬわけはありません。神様はそんな些細なことを気にするのですか。規則は大切ですが、律法は大切ですが、少しぐらい破ったとしても大丈夫に決まっていますよ。そんなことを気にしなくてもよいのです。もっとおおらかに寛容に行きましょう。しかしその一つの罪が全人類の運命を決定しました。全宇宙を危険にさらしたのです。現在私たちも小さな罪、小さいと思われる罪に無頓着であってはなりません。そして時としてその犯した罪の結果、苦い実を飲まされることがありますが、それはひょっとすると私たちを救い出すためのものなのかもしれません。一時期の痛みはその後に訪れる致命的な滅びから私たちを救い出し守ってくれるものなのかもしれないのです。火曜日、エズラの反応。エズラ記9章の1節2節をお読みします。このようなことがあって後、長たちが私のもとに来て言った。イスラエルの民も祭司もレビ人もこの地の住民から離れようとはしません。カナン人、ヘト人、ペリジジ人、エブス人、アンモン人、モアブ人、エジプト人、アモリ人と同様に行うその住民の忌まわしい行いに従って、彼らは自分のためにも息子たちのためにもこの地の住民の娘を嫁にし、聖なる種族はこの地の住民と混じり合うようになりました。しかも長たるもの、官職にあるものがこの悪事にまず
手を染めたのです。ここで注目すべき言葉は離れるという言葉と混じり合うという言葉です。神様は離れる、区別するという方法を用いて実はこの世界を創造されました。最初に光と闇とを区別しました。分けられました。またその次に水を分けられます。大空の上と下に水を分けられました。神様は生き物を種類によって分けられました。神様は食べるものを区別されました。人間は種のある草、実、動物たちは草です。神様は清いものと汚れたものとを分けられました。神様は一週間のうち安息日を分けられました。神様は私たちがすべきこと、してはならないことを分けられました。ローマ人への手紙12章の2節、あなた方はこの世に習ってはなりません、むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。文化とは区別によって出来上がります。学問とは門を分けること、種類を分類することから始まりました。言語学者はその言葉が何によって区別されるかを知るところから始めるそうです。日本語の場合、R と L の区別はありません。しかし英語にはあります。韓国語にはだと他の区別はありません。しかし日本語にはあります。分ける、区別するということは実は大切なことです。しかし近年、それらがまるで悪いことであるかのように、間違った寛容、混じり合いの傾向が強くなっています。親子の区別、夫婦の区別、男女の区別、公と私の区別、善悪の区別、教師と生徒の区別、作り主と被造物の区別、宗教の区別、それらを取り除こうとする勢い、風潮が強くなっています。エレン・ホワイトは終わりの時代の傾向について次のように語っています。私は主が罠を発見する機会を世にお与えになったのを見た。クリスチャンにとって他に何の証拠がなくても、この一つの証拠だけで十分である。それはすなわち、そこには尊いものと汚れたものとの区別が全くないということである。初代文集427ページ、428ページです。今世の中は間違った寛容が良いことだとされています。2015年9月、アメリカ合衆国の議会において、ローマ法王はこのようなメッセージを語ったと言われています。宗教的であろうがなかろうが、すべての種類の原理主義に
特に注意しなければならない。原理主義とはもともとキリスト教原理主義のことです。その意味は聖書の権威を絶対視し、キリストの再臨を文字通り信じ、進化論を認めず、この世界を神様が作ったと信じる、キリスト教右派に属する集団の教義主張、このように書かれています。つまり原理主義とは聖書に書かれていることを全て信じている人たちのことを言います。ローマ法王は聖書の言葉をその通り文字通り信じる人々を特に警戒せよとおっしゃいました。またこのようにも語っておられます。現代社会は世の中を二極化させている。すべての事柄を二極化させ対決することを要求している。この二極化に対抗しなさい。つまり善と悪、神様と悪魔、このような二極化対決するような思想を避けなさい。そしてさらに共通の利益に向けた兄弟愛と連帯と寛大さの中で一つになって前進しなければならない。私はこの発言の中にやはり寛大さという言葉に含まれる怖さ、危険性を感じてしまいます。そのメッセージに対して当時のアメリカの大統領オバマ大統領はこのように公式発表をしています。私たちは皆神の子供たちとして、世界すべての指導者たちが教皇フランチェスコのこの地球に向けた叫びに一つになることを希望する。ローマ法王は宗教多元主義を提唱します。すべての宗教を一つにしようとしています。誤った寛容、誤った統一に対して私たちは注意を払うべきなのかもしれません。水曜日、行動するエズラ。エズラ記の実章の一節をお読みします。エズラは神殿の前で祈り、涙ながらに罪を告白し身を伏せていた。イスラエル人が彼のもとに集まり、男女子供からなる非常に大きな改宗ができた。この人々も激しく泣いていた。エズラが信者たちの模範となってゆきます。彼の流した涙が、その敬虔な悲しみが他のイスラエルの人々に良い影響を与えてゆきました。私たちもイエス様が流された涙を知ることができます。イエス様の思いとお苦しみを知ることができます。そのことによって私たちは良い影響を受け、悔い改めに導かれていきます。ではエズラ実章の11節をお読みします。
今先祖の神なる主の前で罪を告白し、主の御旨を行い、この地の民からも異民族の嫁からも離れなさい。ここでエズラは三つのことを命じています。一つは告白するということです。箴言の28章の13節にはこう書かれています。罪を隠している者は栄えない。告白して罪を捨てる者は憐れみを受ける。エズラはあなた方の罪を告白しなさい。次に、身胸にかなったことをするように進めます。先ほどお読みしたローマ人への手紙の12章の2節。あなた方はこの世に倣ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。そして三つ目が、離れなさい。区別して行きなさいということでした。ではエズラ記10章の18節をお読みします。祭司の一族の中で異民族の女を嫁に取ったのはヨサダクの子イエシュアの一族とその兄弟の中のマーセやエリエゼル、ヤリム、ゲダルヤ。ここでイエシュアの一族とありますが、これは総督ゼルバベルと共に神殿の建設を指導した大祭司ヨシュアの子たちのことです。そのような活躍した霊的指導者の長が罪を犯していました。さらにエズラ記10章の22節までには祭司の名前が挙げられていて、23節にはレビ人の名前が挙げられています。そして24節には歌うたいの名前、門営の名前が挙げられています。まあ、現代に比べるならば、教会の牧師や指導者たちの名前がその罪を犯した人々の中に挙げられていたということです。それほど人々の中にこの罪ははびこっていました。指導者の中にこの罪がはびこっていました。私たちもさまざまな罪に対して警戒をすべきです。どうせ許されるのだからという甘い気持ちは注意をすべきです。確かに神様は罪を悔い改める者の罪を許してくださいます。実際エズラたちのこの悔い改めによって神の裁きは下りませんでした。自分を裁く者は裁かれません。私たちも常に自分自身を神様の御言葉に照らしてみることが必要です。神様の基準は正しく、変わることはありません。その中に自分自身を置くことはなかなかつらいことではありますけれども、その時に初めて神様の真実と神様の光を知ることができるのではないでしょうか。木曜日、今日の結婚。ガイドの筆者は
今週の学びを直接現代の結婚にそのまま適用すべきではないとします。なぜならエズラ・ネヘミヤが扱っていた今回の場合はある意味特殊な状況下でなされたことだからです。それらはイスラエルの未来がかかっていました。彼らの宗教性、アイデンティティが危機に瀕していたのです。ガイドの言葉を借りるならば、彼らは生ける神の礼拝者としての自己認識を失いかけていたのですとあります。繰り返しになりますが、今回の出来事は特殊な状況下でなされた一度限りの出来事だとされています。ただし、異なる宗教を持つ者同士の結婚は現在も少なからず課題を持ち続けます。なぜなら、信仰とは私たちの主義主張信念よりもさらに深い部分を形成しているからです。同じ信仰を持つ者が結婚することは良いことであるということには間違いありません。しかし、その上でパウロは次のように語りました。コリント第一の手紙7章の12節14節ある信者に、信者でない妻がいて、その妻が一緒に生活を続けたいと思っている場合、彼女は離婚してはいけない。またある女に信者でない夫がいて、その夫が一緒に生活を続けたいと思っている場合、彼を離縁してはいけない。なぜなら、信者でない夫は信者である妻のゆえに聖なるものとされ、信者でない妻は信者である夫のゆえに聖なるものとされているからです。そうでなければ、あなた方の子供たちは汚れていることになりますが、実際には聖なるものです。宗教を異にする結婚は少なからず課題を抱えますが、しかし信仰を持っている者がその家族にいるということは、その家族に良い影響を与え、その家族を性別することができる、その可能性があるんだとパウロは語るのです。金曜日の最後、エレン・ホワイトの言葉は私たちの立つべき場所を示してくれます。最後にお読みしたいと思います。神の言葉は明確で著しい対象に満ちている。罪と聖徒が併記されているから、それを見て我々は一方を避けて他方を受け入れればよいのである。サンバラテとトビアの憎しみと虚偽と裏切りを描写したページは、またエズラとネヘミヤの気高さと献身と自己犠牲をも描写しているのである。我々は自由にどちらでも真似てよいのである。神の命令に背いた恐るべき結果が服従に従う祝福と対照されている。我々は一方の罰を受けるか、他方の祝福に預かるかを自分で決定しなければならないのである。国と指導者下巻の276ページです。私たちはこの学びから本当になすべき選び選択を大切にしていければと思います。
それでは黙祷を持って終わりにいたします。